彦坂直義です。言語判定法と自己教育の前振りとして、嘘の話をしたいというふうに思います。歴史的に古いものをですね、ご紹介してもですね、今の若い人たちはもう古いものは見たくないっていうんですね。見たくないっていう気持ちはストレートにあってですね、困ったもんだとは思いますが、まあしかし いいんじゃないかなって。つまり生まれた時っていうのはね、自分より前のことっていうのは知らないんですよね。だから知らないから勉強しなきゃいけないわけですね。私の例えば娘っていうのはある程度年齢した時に、アメリカと日本は戦争したんだよって言ったら、えって硬直しちゃったんですよね。もちろんつまり日米戦争っていうのは若い人にとっては知らないことなんですよね。知らないことなんです。そうするとそれに伴ういろんなお話を後から聞いていくわけですよね。であんまりよく調べもしないで、ある方に信じるわけですね。例えば日本が太平洋戦争をしたんだってですね、天皇が侵略に燃えてですね、東南アジアに侵略したいと思ってやったんだっていうぐらいにしか思わないわけでしょ。全くそういう事実はないわけですよ。だからその事実がないことを簡単には知らないから、どん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 嘘をついていくわけですね。嘘をつくっていうか、でっち上げた考え方を誰かが言うわけですよね。そうするととにかく日本の社会っていうのは基本的に間違いで、侵略ばっかりしてきた国なんだっていうふうに勝手な物語を作って、それを調べもしないでそうなんだっていう頭から信じるわけです。それでその信じるとですね、それを変えることがなかなかできないんですね。私のお友達で一人、岡本太郎が大好きな人がいて、岡本太郎は素晴らしい、縄文式土器を素晴らしいっていうふうに評価したのは岡本太郎だから素晴らしいっていうから、いやそれは違いますよと。岡本太郎が独自に縄文式土器を評価したんじゃなくて、それをもうすでに評価した日本人がフランスに行って講演会やってるんですよね。でその講演会聞いて彼がそれをパクったわけであって、違いますよっていうと、そんなことは聞きたくない、私は私の信じた通りに生きていきたいんだっていうの、なるほどそういう考え方があるんだっていうふうに思うんですね。人ってね、自分が一回信じた意見をね変えたくないんですって。なるほどと思います。まあだからそれはそれでその人の自由だからね、まあいいと思うんですが、まあ、とにかく変えたくないんですよね。つまり確認しないで信じたことをそのまま信じて生きていきたいっていう欲望というのもあるんです。でそのことをですね、マーケティングっていうことで書いてる本があって、それは糸崎さんが図書館行って見つけてきた本で、マーケティングっていうのは嘘なんだって、これは嘘って僕が言うんじゃなくてね、その本に書いてあって嘘なんだと、嘘を展開していくのはマーケティングなんですっていうので、私はねやっぱり感心してね、なるほど嘘なのかって。嘘の問題っていうのはね、嘘をつくのはいいんだっていう考え方は日本の中に根強くあるんですよ。法華経っていう大乗仏教の経典です。それによるとですね、法華経っていう素晴らしい経典があるんだけども、難しくてあなた方には分からないだろうと、だからここでは述べないという経典なんですよ。つまり法華経について書いてない経典なんです。すごいんだけどね。それでそれの代表的な内容っていうのは、嘘をつくことの重要性なんですね。家の中に子供がいて、その家が火事になって子供を外に出さなきゃいけないっていう時に、子供に火事になったから外出なきゃいけないって言ってもなかなか理解しないから、お菓子をあげるから外行きましょうっていうふうに嘘をつくと、嘘も方便で、必要があれば嘘をついていくことが重要なんだっていうことをいろんな例を挙げながらね書いていくんですね。まあ変なもんですよね。嘘つきの仕方っていう経典がですね、法華経でありまして、でインドの本国ではね、仏教を生み出したのはインドですけども、インドの御本家ではですね、あればと偽の経典だと言って全然法華経を相手にしないんですよ。私もそう思いますよね。まあ途中まで読んだ経験で言うと、これはダメだというふうに思うわけね。だけど日本のね、仏教のあらゆる宗派が実は法華経を非常に重要視するわけです。重要経典だと言っているんですね。でこれはまあ一つにはやっぱり日本が、聖徳太子が仏教を日本の国教として入れてきたっていう、その中で法華経を非常に重要視なさったので、日本中の仏教教派が全てですね、法華経を大重要経典としてるんです。だから嘘をついていいという考え方なんですね。でそれに対してアメリカっていうのはですね、嘘をつくとほとんど社会的な信頼性がなくなるっていうか、あの人嘘ついたんだっていうと、
社会的信頼性がなくなるってぐらいに嘘を、まあ、禁止っていうか否定してるんですよね。なんだっけ、昔聞いた話ですけど、初代大統領のワシントンがね、嘘をつかなかったっていう話があって、それがこうその国のこう基本を形成するわけですね。だから国によって何を大切にするかっていうのもね、違うんですよね。そういうことは結構重要なんだけども、まあこう違う話ですけど、アメリカ民主党の人たち、まあ、日本にも影響を与えてるんですが、そういう人たちはどこの国の話も全部みんな共通して真実なんだと、ある国で成立した話は他の国行っても成立するんだってことを主張なさってるんですね。だからグローバリゼーションを成立させていく必要があって、グローバルに世界中どこもいいんだと。で、例えば森美術館がね、いろいろグローバリゼーションを展覧会やってるんですよ。私は大体見てるんですけどね、インドのグローバリゼーションとかね、アラブのグローバリゼーションとかですね、そういう調子でいろんな国のグローバリゼーションの美術展を巨大な規模でやったんですね。で、私はバカみたいに見に行ってまして、一番面白かったのはアフリカの、グローバリゼーション展開を述べているところは非常に面白かったんですね。いわゆる反アフリカというか、アフリカ全体を統合するような美術の形成を目指すんだけど、うまくいかないんですね。で、結局どうしたんだっけな、最後忘れちゃいましたけど、各地域ごとにしたのかなっていうような苦労話が書いてあって、それはなかなか面白い展開であって、あ、それで答えはですね、欧米の人たちがに分かる話にした方がいいと、白人たちを納得させるっていうその物語をなぞっていくという路線になるんだよね。それでアフリカの美術が、世界マーケットに乗ったという、そういう展覧会だったんです。で、これは日本も同じでありまして、なぜ村上隆さんがフィギュアを作ってですね、チンチンを立ててスペルマをこう飛ばしてるやつがありますよね。あれもだから、日本人は歌丸の国で、日本人の男のチンチンは大きいんだっていう欧米の人たちが信じている一種のお話があるわけですよね。で、それに合わせてるわけですね。とにかく欧米人に受けるその物語を作って、 それに合わせて美術作品を展開すればいいんだっていうのがグローバリゼーションなんです。まあつまんないっちゃつまんないですよ。なインドのやつも見たんですけどね、インドの場合にはなんていうのかな、もうイメージだけ、イメージの世界で見てるときは面白いんですよ。ああ面白いなと思ってね、で出てくるでしょ、すると全部忘れてるの。何だったんだろうと、でカタログを買おうと思ってこう見たんですけどね、とにかく全部忘れてるの。創造界ってね、イメージの世界っていうのは、まあ、一種の物語の世界だからね、千夜一夜物語ってアラビアンナイトみたいな世界で、その時その時は面白いんですけど、思い出そうと思うと断片的には思い出すんだけど、全部の構造って見えないんですよね。そういうもんだから、インドの美術っていうのもですね、あれはまあ商業主義で作ったんですよね。例えばインド料理屋さん行くでしょ、そうするとインド料理屋さんのに流れてる踊りと歌っていうか音楽があって、あれがみんな同じなんですよね。変だなって私は思ったの。例えば昔ビートルズの誰かがやってシッタールがあって、インド音楽が流行った時期があるんですよ、60年代の後半にね。あの時結構インド音楽聴いたんですけど、結構こう重厚な音楽でね、そんなバカみたいなチラチラした音楽じゃないわけよね。ところが今インド料理屋で聴くのはチラチラした音なの。変だなと思ったらね、あれはインド料理を食べに来る人たちの BGM としてわざと創造界だけの音楽を作って、それからそういう踊りも作って流してんですって。まあ、その話ついでにね、嘘ということで続けて言うと、インド料理自体がですね、あれはつまりインド料理じゃないんですって。あれは日本人に食べさせるためにインド料理っていうイメージでもって作った偽物の料理なんだって。で、あのナンを食べるっていうのもインド料理全体にあるんじゃなくて、どっかの地域にナンを食べる高級料理があって、それを持ってきてやってるっていうんですね。だから今日本にやっている料理屋さんの大半は同じコースで作ってるんですよね。インド料理って言ったって、その真実じゃないっていうか、事実のインド料理じゃなくてですね、日本人に受ける料理をわざわざ人工的に作っていると、ね、でグローバリゼーションの美術もそうで、欧米の白人たちに分かりやすい物語を作って、で村上隆さんのおちんちんが立っているという、そういう物語があるわけですね。まあ、日本の戦後もそうですけど、アメリカ軍が日本人に知らせないでたくさん本を焼いて、いわゆる焚書ですよね、焚書して、それで一種の敗戦後の僕たちが信じてる価値観をアメリカ軍が作ったわけですよね。それからアメリカ軍の作った物語を正しいっていうふうに
ばらまいていくこう左翼勢力を作っていったわけですよ。でその左翼勢力の人たちが子どもたちに向かってそういう話をするから、私の周りにもたくさん左翼がいて、まあ、彦坂さんだって左翼でしょって言われれば、まあ、左翼なんだよね、うん、だからそういうものをこう信じて、で一回信じちゃうともうそれを変えられないんだよね。まあ、変えようと思えばやっぱり勉強しなきゃいけないし、ともかくですね、そういう話で嘘で浸された中に僕たちは生きているということなんですね。だからに日本の美術がね、世界的にそんなにうまくいかない理由っていうのは、まあ、村上さんはうまくいったって言えるかもしれないけども、うまくいかないって大きな理由は、欧米の場合には真実とか事実を非常に重要視するわけですね。なかなか嘘をつけばいいんだって言われても、どういう嘘をつけばいいのかっていうのも難しい話でですね、難しいですよね、うん。まあ、事実とか真実とかっていうのはね、フィクションじゃないから、事実を事実として認めればいいわけだから。だけど、まあ、一般的に日本人は事実を事実として認めるとか真実を大切にするってことはできなくなっちゃってるわけね。まあしょうがないですね。で、まあ、そういう中でとにかく時代は変わっていくから、新しい人たちっていうのかな、新しき人々っていうのが時代の中から生まれてきてはいるので、あんまり悲観しないで生きていきましょうはい、あの漫談でございましたけども、ご清聴ありがとうございました。さてですね、ニコニコ動画で、自己教育と言語判定法入門という講座を開いておりまして、あの私が思ってたよりも人数多くてですね、責任を感じます。まあ、いつまで続くかってこともありますからも、私の方は少なくとも自分が、継続して続けていくっていうことを、一応3年を超えることを目標にしておりますので、頑張っていきたいと思います。もしご興味を持っていただければ、ニコニコ動画の方を、まあ、一月でも聞いていただければというふうに思います。まあ、金額的には安いものであります。ご参加いただければ歓迎いたします。はい、以上です。どうぞよろしくお願いいたします。